皆さんこんにちは、柴村由美子です。今回もやってきました、ひとりさんに質問コーナーです。この質問コーナーは毎日1問ずつひとりさんに答えたものを皆さんに聞いていただいておりますので、毎日見てくださいね。よろしくお願いします。それではひとりさん、よろしくお願いします。はい、どうぞ。よろしくお願いします。はい、どうぞ。起きてますね、今日も。はい、今日もね、本当に盛りだくさんの質問がいっぱいあります。それでは1問目から行かせていただきます。1問目、47歳女性 YS さんです。私は非常に髪の毛が少なく、分け目の部分はハゲに見えます。丸カンで出されている商品で髪の毛が生えてくるようなものはないのでしょうか、というね、切実なる女性からの。なんか今実験してるのがすごくいい結果が出てるみたいだから。そうなんです。そうなんです。楽しみでちょっと待ってた。もうすごい、なんかね、本当にすごいのが出ると思います。期待しないでって。いや、ひとりさんの引き寄せはすごいですからね。はい、きっといいものが出ますよ。待っててくださいね。はい、それでは2番目の質問です。36歳女性、KH さんです。私は看護師ですが、仕事をしていて働きづらさを感じたり、プレッシャーを感じたりします。人の命や体を預かる責任感で押しつぶされそうになる時があります。仕事が向いていないから辞めたいなぁと思う一方で、魂の成長のためなのだから逃げてはいけないと思う自分がいます。自分にとってどちらが正しい考えなのでしょうか、という質問なんですけど。これはね、自分しか決められないんだよね。はい、逃げちゃいけないってことはないの。逃げてもそこで魂の修行があるから、うん、どこでも修行はできるの。はい、これは向いてないなと思えばやめればいいし、うん、結構言ってる人の中で、うん、意外とそのまま勤める人多いんだよね。そうですね。ってことはそこに入れる状態だから、仕事ってね、どこ行ってもね、大変なの。うんうん、だから、うん、どっか行っても大変だよって。そうだよね。うん、で、病気の人とか、そういう、うん、死にそうな人を見てると大変なような気がするけど、うん、誰でも病気するの。そうだね。で、誰でも死ぬの。うん、だからね、多いように考えない方がいいよ。そうだね。あ、そうだね、誰でも死ぬんだもんね。誰でも死ぬからね、うん、あなたも死ぬから、うん、特別なことじゃないから。そうか、うん、うん、OK ですね。じゃあそういうことで、はい、自分なりに決めてくださいってことだね、これは。そうだね、もうこういうのはね、誰かに決めてもらうことはできないね。そうだね、うん、うん、あんまり重く感じないでやってもらいたいね。そうだね、うん、であんまり重く感じるんだったらやめて次行けばいい。そうですね、はい、うん、どこでも修行はあるから。うん、どこでも修行があるということでね。そう思ったらここで頑張れる気になるね。そうだね、うん、ということです。よろしくお願いします。はい、3番目の、質問です。 MF さんです。ひとりさんが今まで一番最高で幸せだと思ったことは何ですか、ということですが。青森行ってね、はい、しじみのバター焼きっていうのがあって、それ食った時でいや、幸せだと思ったね。それ私もそう思いました。ひとりさんすごい喜んで食べてたよね。もうすっかり常連です。あれが一番だね。しじみで、しじみのバター焼きね。しじみ汁じゃなくてバター焼きの方ね。そういうことだね、うん、そこしじみのいろいろあるもんね。まあしじみ定食なんだけど、うん、それ感激したね。ちなみに私も感激しました。はい、はい、ということです。やっぱり美味しいもの食べてる時ですか。そういうことはないけど、それが感激したね。ああ、感激ね、うん、ということですよ。よろしくお願いします。はい、それでは4番目の質問です。50代女性 JN さん。中学生になる息子は重度の自閉症で言葉の発語がないです。私にとってはかけがえのない子供ですが、将来を思うと絶望を感じる時があります。また夫は10代から躁鬱で薬を取っていないと大爆発することもあり、こちらも大変です。私はフルタイムの仕事を20歳からずっと続けています。そうでなければ家庭が成り立たないということもあります。なんとか2人とも成長して身の回りのことができるようになり、私も自分の時間がもう少し持てたらと願っています。
アドバイスをよろしくお願いしますということですが、あのね、はい、そういう風に生まれちゃう旦那さんもそういう人だし、うん、お子さんもそうで、はい、私がいないと大変なことになっちゃうっていうけど、うん、ある日いなくなってみると大変なことにならないんだよね。だから、はいはいはい、あなたが心配するようなことは本来は起きないし、だから自分の時間が少し欲しいとか自分の幸せ考えたいって言ったら、まず自分の幸せ考えたり、うん、なんか少しでも時間作ることを考えたり、はい、自分のこう幸せを優先して考えると、はい、自分の幸せを優先する考え方の波動が出るの。いいね。ああ、はい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 。とお子さんだろうが旦那さんだろうが、うん、人のことを考えすぎて壊れちゃったの。だから少しね、自分のことを考えた方がいいよ。本当です。誰か一人でもいいからやれる人から始めないと、はい、これドツボだから。はいはい、抜け出せなくなっちゃうからね。抜け出せるあなたからやるの。旦那さんにこうなってほしいとか子供にこうなってほしいっていうのは、うん、無理だから。人のことはどうにもならないの、はい、あなたがやれることをやって、そうすると周りが変わってくる、はい、うん、電球でも1個つけ部屋中明るくなるからね、うん、全員が暗いの、この話は。だあなただけでも明るくなれば周りの人は照らされて明るくなるからね。はい、本当ですね、はい、以上です。はい、じゃああなたから明るくなってください。よろしくお願いします。はい、それでは5番目の質問です。40歳女性 YT さん、ある日斉藤ひとりさんと会ったというおばさまがウキウキしながら、ひとりさんってジェームス・ディーみたいな感じなのよ、知ってる？ すごく素敵なの、だから私好きになっちゃったと話していました。そんなに夢中にさせるひとりさんってすごいなと思いました。ひとりさんはご自分を生かしていると感じていますか？またそれにはどんな努力をされてきましたか？ということですけど。努力はしてません。それとジェームズ・ディーンみたいに素敵な人ですって言うんですけど、全くその通りです。いや本当に似てるよね、ひとりさんね。今も似てるけど若い時すごい似てたもんね。だから別に別な努力をしてます。地のまま、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 地のままで魅力ってすごいね。やっぱりそこはみんな知りたいところだったんでしょうけどね、うん、あのね、うん、タンポポもバラの花も別に努力して咲いてるわけですよね。あ、そっか。あ、それなりに自分の鮮やかに咲けってことですか、うん。ただタンポポはね、ひまわりを見て羨ましがらないんだよね。バラの花はユリを見てああがいいって言わないんだよね。うん、だから誰かがいいとかって言い出さないで、自分が一番いいと思ってりゃいいんだよね。そうですね、自分の意図を探してみたらいいかな。そういうこと、ね、うん、気づきって自分に気づくことだよね。自分の良さに気づくってことだよね。そうだね、うん、自分を大好きになることだね。そうだね、うんうんうん。ちなみに今目の前のひとりさんもかっこいいですか？その通りです。お店のできないのがちょっと残念ですけれども、まあ今日はね、声を聞いて満喫してください。よろしくお願いします。はい、それでは、6番目の質問です。40歳男性 DN さん、今までたくさんの書物を読まれてきたと思いますが、一番読み返したい書物は何でしょうか、ということですけど。司馬太郎さんが書いた本で、司馬、はい、太郎先生が書いた本で、大阪侍っていうのがあるの。その中にね、難波村の仇討ちって短いんだけど、はい、あれ以上の本ないね。あの、読んでみると分かるけど、おかしくて長年点になるぐらいが入るような以上かな。これ昔も言ってましたよね。昔も、私昔一回読んだけど、本当に長年点になりそうなのか、昔、あの、今また提案してるんですけど、とにかく売れててないそうです。ああ、そう。もう手に入らないっていうことでしたね。本当一生懸命進めてる。進めてるから、まあなんとか探してみてください。大阪侍ですか？大阪侍っていうのを短編集の中の難波村の仇討ちっていう、難波村の仇討ちというものです。司馬太郎先生です。よろしいですか？はい、いいよ。はい、ということです。はい、それでは、7番目の質問です。46歳女性 AS さん、ひとりさんは保険に入ることについてどう思いますか？私は何か起こるかもという
起きるかどうかわからない未来の恐怖をもとに入る気がして本当に必要なのかと思ったりします。ひとりさんのお考えをお聞きしたいです。俺はいいことしか起きないと思ってるから保険とかってあんまり入ったことないの、うんうん、ただ入りたい人は入ればいいんだよね、うん、そのもしそのことで安心感が得られるんだったら安いもんだよね。そうですよね、うんうん、だから自分で決めるしかないね、うん、まあ、とりあえず保険って安心感だから。そうなんだよ、あの不安感を持って入るよりも入っとくと安心って言っとくだけでいいんじゃない。そうで俺みたく入んなくても安心の人はいるんだよ。入ってないの。入ってないよ。私ちなみに昔入ったお金がおりました。ああ満期で1000何百、すごい喜びでした、ね、よかったです。ちなみにね、本当に喜びですが、個人の考え方でどっちが正しいってのはないんだよね。うん、まあ、確かに今病気とかさ、がんとかなるっていうことで病気しちゃうとすごく人財産なくすとかって言われちゃうから、やっぱり不安持ってる人も多いんでしょうね。そうだね、うん、まあ、だからその辺は自分でやはりね、経済ですからね、オイルとか病気っていうのは経済ですから、自分のお金の流れを考えながら、入れたら入ったらいいかもしれませんし、安心を買うという意味でね。で入りたくなきゃ入んないから。そう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 、そうです。はい、そういうことですね、はい、あなた次第だそうです、はい。そしたら次8番目の質問です。18歳女性です。いいね、さね、いいですね、ひとりさん、はい、ひとりさんの尊敬している方は誰ですかということです。斉藤ひとりさんですね。あの人大好きだね。出ましたね、斉藤ひとりさんということですね。あの方私も大好きですよ。ああいう風に行きたいですね。いや私もああいう風に行きたいです。本当にあの方本当素晴らしいですね。大好きです、ね、はい、大好きです。一緒でしたね。あの方すごく最近には確かに人気ですけど、ここのとこさらに人気が浮上しておりますよ。そうだね、はい、すごい、やっぱり自分が好きな人は人気ですね。ということで、斉藤ひとりさんだそうでございます。尊敬する方よかったですね。はい、それでは9番目の質問です。43歳女性 SN さんです。私は20年近く家族に仕送りをしたりお金の援助をしています。みんな病気だったので仕方なくです。最近妹の夫が大病を患い、また私がお金の援助をすることになりました。自分を犠牲にして今まで頑張ってきましたが、もうそんな生活は嫌です。自分の欲しいものややりたいこともあるのに、そんな思いを殺して生きていくのはもう嫌です。しかし自分を優先すると家族が生きていけず路頭に迷うことになります。行政の援助を受けることも考えてほしいと家族にはお願いしていますが、本当にそれでいいのか悩んでいましたよね。女性の方からですか。あのね、はい、嫌だったらやめた方がいい、うん、それでね、うん、家族が私がお金をくれないと生きていけないとかって、もしあんたが今日死んだとしたら家族が死ぬかどうか考えた方がいいよ。それよりあなたがそういうお金を送るの本当に嫌だと思ってる、それ魂の叫びだから、それ送らなくなるとどうなるかというと大体みんな病気治っちゃう。そうですか、うん、まあ、そうかもね。そういうことです。誰も助けてくれないとなったらね、そう、自分で何とかするってこと考えてもらいたいね。そう、そうなった時も心は病気じゃないから。そうですね、体は後からついてくるから、ね、はい、だから嫌だという叫びがあるならやめてみな。やっぱりこう自分自身に正直に生きるべきだね、うん、正直に生きるかどうかじゃなくて、うんうん、この人はずっと出してたんだよね、はい、1回目から断ってんじゃなくてずっと何十年も出してて、ね、はい、で嫌だって、いや今思ったから思ってんだよね、うん、それが正しい答えだから、うんうんうん、長年かけては出した答えだからね、うん、白状で出してる答えじゃないからね、白状な人が言ってるわけじゃないから、うん、こんだけ情がある人が言ってる答えだからね、その魂に従った方がいいよ。そうですね、うん、長年かけて自分で出した答えだそうですね。だからそのことで悪いことはまず起きることはない、ね、はい、そうですね、はい、うん、ということです。はい、10番目の質問です。37歳女性 KN さん、今日本経済が破綻の危機を迎えていて、
2020年の東京オリンピックを境に日本円が暴落し、アベノミクスは完全に破綻すると言われています。これは本当でしょうか。日本一お金持ちのひとりさんにこれからの日本経済がどうなるのかをお話を聞きたい、あ、お話を聞いてみたいですというね方ですか。あのね、はい、世の中ってのは少しずつ少しずつ良くなるの、はい、だから悪くなるっていうのはまず当たらないの。だから例えば今不景気だどうのこうのって言いながら、はい、あのうちのおふくろが生まれた戦前に比べたらはるかいいんだよ。戦後に比べてもはるかいいんだよね。大正時代よりもいいんだよね、うん、でどんどん良くなってて、うん、俺の子供の頃、うん、21世紀の初め頃にはね、人口は飢えて日本人の半分は餓死するって本当に言ってたんだよね。だから今現実になったのは糖尿病とか全員デブとかだよね。肥満とかね、高血圧とかね、あのこうなってこうなって悪くなるって、日本の経済がダメになって、うん、あの円が暴落してダメになるって言うとするじゃない、うん、はい、もし円が本当に暴落したら日本のものはものすごく売れちゃうんだよ。だね、世界中が高いからね、この技術が売れないで困ってんだよ。もし暴落して下がっちゃったらたちまちものすごいバブル景気になっちゃうぐらい景気良くなっちゃうんだよ。そうだよね。はいはいはい、よく聞かないと、このまま行くとって言うと、このまま行かないの。うん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 、うん、あの原始時代はね、人間のってのはこう前かがみだったらしいんだよね、うんうん、それがだん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 こう計算上伸びてるんだって。でこのまま行くとあと何年かすると後ろにひっくり返っちゃうってんだよ。でそんなことは起きないの。このまま行かないの。行かない。だからそれを行かないのを悪い方に行く悪い方に行くって考えつけてるのは植えつけてるやつがいるの。例えばそういうことを言ってるやつって本気で言ってるんじゃないの、うん、自分のところに生姜欲しいとか、うん、そういうことで言ってるんで、この人のその人の都合で言ってるの。言っちゃいけないじゃないですか。その人はその人の都合を考えて、はい、あの自分の党に一票でも欲しいから言うんだよね、はい、だからこの人は自分のことを都合で言ってんだな。なぜかというと神は年々良くしてるの。そうだね、本当だね、うん、だから年々年々良くしてるんだよね、うん、良くなってる。だ先に不安を感じる人は歴史を知らない人なの。100年後、100年先、200年先、いや前だな、はい、100年前、200年前、300年前って調べていくと、はい、人類ってものすごく良くなってるの。はい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 、本当だよね。だからそのことを気がつかないと先に不安を感じちゃうよって、うん、本当だよね。電子レンジでチンゴハムできたもんね。そうだよ。と昔なんか、ね、各家庭にクーラーが入ってたりね、うん、冷蔵庫があったりね。そうだよね、すごい時代なんだよね。すごいすごい。で福祉が大してしてくんないって、昔は福祉はゼロだからなしだったの。そうだね、年金が少し少ないって年金ゼロだったんだから。そうだね、だから確実に良くなってんだよね。はい、ただそれもっと良くなるよ良くなるよって言ったんで、自分の党が成り立たないんだよ。あ、そっか。だからケチつけて一票でも集めたいの。だからアベノミクスがいいとか悪いとかじゃない、世の中は良くなるの。うん、うん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 、でそれが本当なの。本当ですね、うん、で良くなるっていうと盛り上がらないんだよ、はい、うん、悪くなるっていうと盛り上がるんだよ。なぜか不幸が好きだよな。そうだね、恐怖っていうかね、うん、不幸が好きだ。お化け映画が流行るのと同じだよな。怖いのが好きなんだよな。っていうことだよね。っていうことはひとりさんの日本経済っていうのはこれからますます良くなると。いや、ますますとかじゃなくてじわじわ良くなる。じわじわね、じわじわ。ますます良くなるときは貧しいときなの。あ、そっか。一旦豊かになっちゃったものはじわじわしか良くならないの。そうだね。だからじわじわね。だからなんていうのかな、ちっちゃい丸だったら1センチ大きくなっても相当でかくなっちゃうんだよ、はい、だけど大きい丸になっちゃうと、うん、1ミリでも2ミリでも体積中じゃすごく大きくなるから。大きくなっちゃうもんね。だからこれからあのバブルの時みたいなことは起きないの、はい、ただじわじわ良くなる、はい、あ、じわじわ、はい、じわじわでもいいかもね、じわじわ、うん、ね、じわじわということで、これからの経済はじわじわ良くなりますということです。はい、それでは11番目の質問です。25歳男性FT さん、一
ひとりさんのマブダチになれたとしたらどんな条件を満たせばよいのでしょうか。マブダチになってひとりさんの相談に乗ってあげたりバーベキューなどして遊びたいです。質問を考えているだけで元気になりました。どうもありがとうございましたということですが、これなんか質問というより言いたかったのかな。そうだ、ね、元気になっちゃったんだね。ひとりさんのこと考えてるだけで元気になっちゃったんだ、うん、そうだな。それと俺のマブダチになりたかったら毎月俺の好みの女性を探してくるとかということですけど、あの好みはどんな女性ですか、うん、よくわかんないんだよ自分。まず自分のこと好きな女性って言ってたよね。そうそう、ね、うんうん、まずそうだよね。そうだね、ということですよ。やっぱりね、はい、俺が楽しくならないとダメだよな。そうだね。この人勝手に俺のこと考えて自分だけで楽しくなっちゃった。友達いらないと思うよ。本当だね。でもハッピーな人だね。ハッピーだね。自分で楽しいこと考えれるカード持っちゃってるから。こういう人好きだね。はい、FT さん、ひとりさん、あなたのような人好きだそうです。どんどん楽しいこと考え。楽しいこと考えてください。ちなみに本当楽しいことね、一人で考えちゃえる人って最高です。まあ、考えてる人ということでしょうかね。そうだね。はい、はい、ありがとうございました。はい、それでは、12番目の質問です。45歳女性、TY さん、夫とのセックスで悩んでいます。かれこれ6年くらいなく、すごく寂しい思いをしています。子供は2人います。何回かお願いしたのにセックスの話になると反響欄になり、暴力を振るわれそうになりました。他のことは申し分ない夫です。割り切って体の関係の方を探そうかと思っていますが、不定なことなのではと考えてしまいます。アドバイスをお願いしますということですけど、この旦那さんはね、できないのできないって、セックスができないの。ああ、そっか。だからそれをお願いしたりすると反響欄になっちゃうっていうのはできないの。やらないんじゃなくてできないの。ああそうか。ああ、そういう人いるんだよね。いるの。それと、うん、だからできなくなっちゃったの。できなくなっちゃったってそういうことですね。外でやればいいの、奥さんがそうだ、ね、あのね、家に食べ物がなかったら外へ食いに行くでしょ。はい家に食い物がないからって飢え死にしちゃうわけじゃないじゃない。本当だね、うん、それでいい。あ、そういう感じで考えればちょっと気が楽ですね。不定でも何でもないの。そうだよね。だって苦しいもんね、旦那さんにね、それ言ったってね。そう、旦那だって困っちゃうの。そうだね、うん、だからもっと気楽に生きな。本当ですね、うん、だから外へ外食食いに行くようなつもりで、うん、すいません笑っちゃった。外行きゃ洋食だって中華だってさ、いろんなのがあるんだから。あの最近ちょっと女性と男性逆バージョンになってるっていうか傾向もあるかもしれないもんね、うん、なのであんまりこうあの重く考えないようにしてね。そう、男ってのは自分が強いと勘違いしてないとできないんだよ。ああ、女性も今強くなっちゃってるからそれができないんだよな。そっか、壊れちゃったんだよだんだん。私笑いすぎですね。でもこれ笑ってる場合じゃないわこれ。旦那も治る方法があるとしたら外でならできるようになるか分かんないね。あ、そっか、 旦那さんも外、そう、奥さんも外、 それ家族は家族でちゃんとうまくやってればいいのか。そう、だから新しい形式考えないと。昔は50で死んでたんだけど、うん、今80とか90まで生きると100まで生きてる。人生倍生きるから今までと違う生き方考えないと、はい、ああそうですね。今までの常識持ち出しても50で死ぬ時の理論だからね。うんうん、昔は40ったらものすごい年寄りだから、うんうん、人生倍生きる時に後半の生き方と前半の生き方と変えていきないと苦しくなっちゃうよ。だから今までの常識あんまり持ち出さない方がいいね。そうですね、素晴らしいね、ひとりさん、ね、今日も炸裂。時代が違うもんね、うん、ということです。あの本当時代が違うので、あの気を楽に持ってね、もう少しね、そうです、いきなりと100までいけられませんよ。はい、ということです。はい、13番目の質問です。38歳女性、MK さん、がんの手術後お医者さんに再発予防に抗がん剤をした方がいいと言われ、抗がん剤を飲んだのですが、
1回飲んだだけで調子が悪くなり自分でやめました。再発への不安もありますが、具合が悪いので飲みたくありません。それでも病院の先生の言う通りにした方が良いのでしょうか、というね、女性からの質問ですけれど、これもそうなんだけどね、病院の先生に言う通りにした方がいいんですかって、したいならすればいいの。これあなたの命に関わることなんだよ。そうだよね、あなたの命に関わること、俺がとやかく言える問題じゃないの。そうですね、だから自分の好きなようにすればいいんだよね。うん、ただ俺が教えられることは、うん、はい、まあ、こういう時はあのうちの昇進の話はできないから、はい、例えばあのヨーグルトで R1 とかって飲むのあるんでしょ。あ、はいはい、腸内環境整えます。そう、ああいうのを1日3本ぐらい飲んでるやつ。そうね、うん、それで、うん、免疫力が強くなるから、はい、あのね、がんっていうのはね、はい、人間の体っていうのは考え方と肉体の2つの化合物なんだよ、はい、で精神的に言うとがんになる人ってのは頑固か頑張りすぎなの、うん、で肉体的には腸の菌バランスとかっていうから、うんうん、ヨーグルトやなんか飲んで菌バランス整えて、うん、あとは頑固やめること、頑張りすぎやめること、はい、でヨーグルト飲んだら、うん、意外、自分が戦闘機に乗ってるとこを想像するの、うんうん、でがん細胞に対して攻撃をバリバリ仕掛けてどんどんやっつけてるとこを想像するの、はい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 、がん細胞に蝕まれてやられてるとこを想像してる人とやっつけてる人とじゃ全然違うんだよ。本当ですね。まずそれをやってごらんっていくらもお金もかかるわけじゃないし、イメージでできちゃうもんね。それもあるし、まあ R1 でも飲んでな。そうですね、まず体的なことは腸内バランスね、腸内バランス取るのが一番いいからね、うんうん、こういうの質問ってね、うちのものの説明とかできないの。そうだね、だからまあヨーグルトでも飲んでもらうしかしょうがないね。そうですね、あと考え方ね、頑固にならないことですか。頑固とね、頑張りすぎやめること、頑張りね、はい、頑固と頑張り、考え方的にはね、そう、もうと気楽に楽になって、うん、あとバリバリやっつけてってことを想像するの、うん、インベーダーゲームじゃないけど、うん、古すぎるなってことかな。それやってるうち楽しくなっちゃうね、うん、気分爽快だよね、なんかガンコグワーってやっつけてるとか飲むたんびにやっつけてるとか、とやられてるのと思うのじゃ全然違うからな。ひたみさんそれめちゃくちゃ元気になりそう。なんかあの落語を聞いてたりみんなで笑おうとかって笑って治っちゃう場合もいっぱいあるんだよね。あるね、笑ったぐらいで死んじゃうんだから大したやつじゃないんだよ。びっくりしすぎなんだよ。そうだね、うん、うん、まあそういうことですね。はい、肉体的なものと考え方です。そして楽しくゲームのようにやっつけてください。よろしくお願いします。はい、そして、14番目の質問になります。37歳女性MI さんです。世の中の人はなぜ自分のことを話したくて話したくて仕方がないのでしょうか。たくさんの人が集まる場面で会話のキャッチボールができていないように感じ、聞く立場になっても誰の話を聞いていいのか分からなくなります。そういう時は全面的に聞く側に徹すればいいのでしょうか。何かアドバイスがあればお願いします、という方ですが。ちょっと難しい話するんだけどね、はい、お茶かかもの用語で割愛っていうのがあるんだよ、はい、要するにね、うん、割愛っていうのは乾くほど愛を求めるっていうんだけど、愛っていうのは欲な、うんうんうん、はい、で自分のことを話したくて話したくてしょうがない段階なの、はい、でキャッチボールになってないってね、キャッチボールじゃなくてあるじゃないただ投球練習みたいな。あ、投球ね、あれだと思ってりゃいいんだよね、はいはい、打ちっぱなしみたいなことですね。そうだよね、だから逆に言うと、はい、そういうとこ行ったらみんなが黙っちゃうぐらいの話を自分がすればいいんだよな。はー、この問題は簡単に言うとね、はい、全員が話したいんだけど話したいことがいけないんじゃないんだよ、はい、全員が聞きたくない話をしてる。ああ、そうか、
だからこの人が気がついたなら人が聞きたくなるような話をすればいいんだよ。深いですね本当に。自分の話をしちゃいけないんじゃないんだよ。その自分の話が面白くないんだよ。だから面白い話とか相手が聞きたくなるためになる話とかをするようにすればいいんだよ、はい、誰か一人やればいいんだよ、はい、そしたら聞き入っちゃうから、はい、ちなみに一人さんの話聞きちゃうんですね私たちは、うん、ありがたいことだね本当に昔からそうでした、ね、だ俺はおしゃべりだって言われたこと一回もない。ないもっとしゃべってたよ、ね、もっとしゃべってたんだよもう朝から夜まで聞いてても飽きないもんね。そうだね。しかしすごいな一人さんは。うん、うん、ということは話す内容ですね。そうだから今質問してきてくれるあなたが私に触れてんだから、うん、できるだけ人が聞きたくなる話を自分がするようにして、うん、そうすると会がだん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 変わってくるよね。だよね。っていうかあのひとりさんの話勉強してるんだったらひとりさんの話を伝えたらいいんだよね。うん、でやってみると意外と難しいの。あ、伝えることがね。あ、確かにです。確かにです。確かにです。あのね、俺がどんなに面白い話教えてあげてもそいつが話すと面白くないんだよ。だからこんなの面白い話をここまで面白くなく話するっていうのは面白いなと思ってるっていうかやっぱりひとりさん間がうまいんだよね。間とかやっぱり。だから何を言いたいのかっていうと人に話せばいいんじゃないんだよ。うん、話すことにも研究して上手にならないとダメなんだよ。その通りですね。だから今度ね俺ね一冊本書こうと思ってるんだけどね、うんうん、言ってることはビザ力と同じなんだけど、もっと言うと日常生活の少しちょっとの法則っていうのがあって、今よりちょっとだけいい話しようとか今よりちょっとだけ笑顔にしようとか、そのちょっとだけがものすごい人生違ってきちゃうんだよね。違う違う。だからひとりさん見たく話しようじゃなくて、ひとりさんの話をちょっとだけ取り入れようとか、ちょっとだけ人が聞きたくなるお話をしようとかっていう、人生ちょっとだけ変えるだけでものすごく違いが出てくるんだよね。本当ですね。だから体の柔らかい人見てアブになりたいとかって言ったって本当にこう体ぐにゃぐにゃになっているんだよね。硬い人、うん、柔らかい人もいるし硬い人もいるからね。あれ見て柔軟体操でもしようってちょっとだから俺にできることはみんなにできることもちょっとのことなの。本当だね。このちょっとっていうことがすごい大切なんだよね。うんうんうん、私も本当そう思いますよ。つくづく。だからこの人もおそらくひとりさんみたいな話してようと思ってうまくできないんです、聞いてくんないんですって、 そっちの愚痴になるんだよ。だから愚痴が変わるだけなんだよね。そうじゃなくてちょこっとだけ変えるよっていう気にならないと、はい、うんと変えるっていうのは無理だよ。無理だね。でちょっと変わっていくことでだいぶ変わってくるんだからね。そうじゃない。あ、ちょっと それがいけないんだよ。あ、そっかそっか。ちょっとちょっとって言ったらうんとになるだろって。そっかそっか。そしたら必ず苦しくなるんだよ。あ、そうだね。今世ちょっと変わったらそれで合格なの。あ、合格。はい、ちょっとだけ変わればいいんだけど、ね。うん、そうなの。で、そうするともうちょっと行く時もあるけど、もうちょっともうちょっとって言えば必ず人は潰れちゃうの。潰れちゃうね。うん、ちょっとだけでいいね。だから親の教育でもなく子供に持ってもうちょっともうちょっとって言ってるうち子供が潰れちゃうの。うーん、だ自分も潰しちゃダメだよ。確かに確かに。ちょこっと変わればいいの。今まで笑顔じゃなかった人が笑顔でちょこっと笑ったらそれでいいの、うん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 、で今世それで十分なの、うんうん、で十分うまくいくから、ちょっとでいいですね。ちょっとでいい。あ、なんかそれすごく私が勉強になりましたよ、うん、やっぱり自分でこうやってるとどんどんちょっとやったらまた次々って考えようとしただけで疲れちゃうもんね。ちょっとっていうのはね、ちょっとでもう100点なの。100点だね。それを続けていけばもっとになって100点になって200点になってとかって、うんうんうん、それいらない。それをやるから潰れちゃうの。潰れちゃう、潰れちゃう。今までそれをやんなくたって生きてきたんだよ。うんうん、で生きてこれたの。だからちょっとが足せればそれで十分なの。うん、本当ですね。ちょっとちょっとじゃないの。ちょっとも1回でいいんだよね。ちょっとで1回でいい。1回で20丸です。はい、ということです。はい、ちょっと、ということで、キーワードはちょっとです。少しだけですね。はい、次ですね。はい、15番目の質問です。12歳女性 YS さん、若くなりましたね、さらに。私は幼稚園の頃からずっといじめられてばかりいます。
デマを言いふらされたり、昨日まで仲良しだったのに突然無視されたり、ここに書ききれないくらいいろいろあります。あまりにもひどいことをされた時は相手に負けないくらい強く反論しますが、そうすると関係のない人たちまで出てきて意地悪されてしまいます。女子中学に入学した私にトラブらずに人間関係がうまくいく方法を教えてください、よろしくお願いします、というね、12歳の女の子からです。あのね、はい、お釈迦様がね、はい、自分の手をノコギリで切られて、うん、切り落とされても、うん、怒っちゃいけないって言うんだよ、はい、うん、足をノコギリで切られても怒っちゃいけないって言うんだよね、うん、で怒りってそのぐらい良くないんだよ。はあ、だからいじめられようが何しようが怒っちゃいけないの、うんうん、で意地悪してる人間っていうのは、うん、やった因果が全部自分のところへ返ってくるの、はあ、でやられたことに怒ると自分にも災いが起きるんだよ。うーん、だから怒らない修行をすればいいんだよ。うん、そうで怒らない修行って意外と簡単で、はい、意地悪されてる間でも悪口言われてる間も怒ったら負け、怒ったら負けってずっと心の中で言ってんの。怒ったら負けね、怒ったら負けなので、足をノコギリで切られても怒っちゃいけないっていう、そのことを基準にしておくとそこまでするやついないからいないせいぜい悪口言われるとかやってもいないこと言われるとか、うん、そんなことの類なんだよね、うん、だから怒っちゃいけない修行なので、怒らなくなって波動が変わってくると、うん、そういうことってなくなっちゃうの。はいはいはい、引き寄せなくなっちゃうんだね。引き寄せなくなっちゃう。だから今世は怒んない修行だね。だから怒らせるようなことがバンバン起きるの。だからそれを怒る材料にするか、怒らない材料にする か、 だから魂の成長から言うと怒らない修行だな。はい、うん、で修行はどうやってやるかっていうと、怒ったら負け、怒ったら負け、普段も言ってるの。怒ったら負け、怒ったら負けね。普段から言って波動変えていくことはね。そうそうそう。で、うん、悪口言ってたら言ってる間聞いてないでずっと怒ったら負け、怒ったら負け、うん、頭の中は怒ったら負けだけでね、言っとけいいんだね。そう言っとけ、考えないよね。もうそれで波動が変わるから、うん、波動が変われば起きる内容は変わっちゃうから。わかりました、はい、すごいすごいです。じゃああのね、言われた時怒ったら負けをねずっと自分の中で唱えててください。そう、普段言ってるんだよ。普段から、普段からやるんじゃなくてね、うん、普段からずっと言ってるとそういうのを引き寄せなくなるそうです。保険だってあれだよ、死んでからじゃ入れないんだから、死ぬ前にやってるから、ことは起きる前に練習っていうのしておかないとダメだよ。はい、じゃあ今からやってくださいね、うん、ということですね。はい、はいはい、じゃあ次16番目の質問になります。40歳女性YN さん、職場できつく叱られた時などに悔しくて泣いてしまうことがあります。涙を見られるのも嫌だし、泣いてしまう自分が弱いと感じます。何を言われても平気な自分でいたいと思うのに涙が出てしまいます。どうしたら涙を止められるでしょうか。怒ったら負けって言ってる、ね、そうだね、これもね、本当そうだね。怒ったら負けだね、これ。怒ったら負け、怒ったら負けって言って波動が違ってくるから、うん、あなたに言ってた人もあなたの今の波動だから言うんだよ。はい、うん、考えが変わっちゃったら言わなくなっちゃうんだよ。はい、怒ったら負け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 って、これを島の時ずっと言ってんの。あなたもね、相手がきつい言葉で怒鳴ってる間もずっと心の中で怒ったら負け怒ったら負けって言ってんの。それだけで世の中変わってくるからね。すごい。じゃあ怒ったら負けをね、今から言っててくださいね、よろしくお願いします。はい、17番目の質問です。30代女性 NS さん、最近自分の中に溜まった感情は抑え込まずに出した方が良いという話を聞いていて、不倫していた彼に恨みつらみのメールを送りました。そしたら1年半ずっと消えなかった恨みつらみが
たった3日間のメール攻撃で消えました。私は地獄に落ちませんかということなんですけど、落ちるかも分かんないな、うん、落ちるかというと不倫したってことは好きだったんだよな、はい、で別れることもあるんだよ、はい、で恨みつらみを言ったからって、うん、気分は良くなったか分かんないけど、あんたの性格が治ったわけじゃない、うん、どうせ僕だったらね、短い間でも幸せだったよとかね、うん、あなたも幸せになってくださいねとかって言った方がいいよな。ああ、だいたい怒ったら負けの修行してないんだよ。だから今怒ってるやつをぶつけたからスッとしたんだよね。そうだね、また次に出てきたやつに同じことやるよそれ。あ、怒ったら感情をぶつけたんだもんね。怒ったら負けって、怒ってないとしたらそういうメールも出さないだろうし、出したとしてもあなたも幸せになってねっていう内容が違ってきちゃうんだよね。この人負けちゃったね。じゃあそうだね、怒っちゃって、まあ、言っちゃったんだもんね。だから結局ね、なぜそういうことをしたかというと怒りがあるんだよ。はい、だから怒っちゃってるんだね。怒りっていうことはね、そういうこと、怒っちゃってるの。はい、怒ったら負けの修行をしてないの。結構多いですねこれ。多い人多いな。怒ったら負けの修行。魂の修行ってそれしかないの。うん、怒ったら負ける修行は多いと思いますよ。これたくさんいると思う、うん、人生の修行の大切な問題。すごい修行だねこれ。そうだね、怒ったら負けの修行はすごい、うん、そういうことだね。たくさん、あの、必ずやった方がいいねこの修行。やった方がいいね。はい、いや、もう怒ったら負けですよ。はい、ということです。じゃあ今からね、怒ったら負けの修行してください。よろしくお願いします。はい、そうしましたら18番目の質問です。28歳女性 SH さんです。私は空を見るのが好きです。夜明け頃のブルーからオレンジに変わるぼんやりとした色合いの空が好きです。雲の隙間から太陽の光が差す光景も迫力があって好きです。空を見ていると考え事がスーッと溶けていく気がします。ひとりさんはどんな空が好きですかというね、方からの質問です。それはね、朝の空も好きだし夕方も好きだしね、特にこれが好きっていうのはないね、うん、あの綺麗な時は曇りも好きなんだよ、うんうんうん、雨の日も好きなの、何でも好きだね。なんかひとりさん昔さ、夜の空も好きだって言ってたじゃん、うん、好きだ。私夜の空ってあんまりこう星空のイメージしかなかったのに、ひとりさんに夜の空綺麗だよって言われた時に、見た時にまた違った目で見れた。それもあるけどね、うん、幸せの人って何見ても幸せ。そうか、そうだ、別に空に幸せにしてもらおうと思ってないから。は、幸せなのは俺なの。ひとりさんから見た景色はひとりさんが幸せかどうかで景色が変わるということですか。うん、そういうことで、ひとりさんは幸せなんだよね、いつもね。うん、魂の修行で一番大切なのは、うん、人格者になるということなんだよ、はい、人に優しいだとか、はい、怒らない方がいいとかね、はい、と少しずつ人格者になってくると、うん、よくあのいい大学行くとか金持ちになりたいとか、うん、ところが人格がないやつが学歴持つと学歴で人をバカにしたりするんだよ、うん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 、金持つとなんていうの、嫌な金持ちになったりするんだよ、うんうんうん、ところが人格者になってから金持ちになると人格のある金持ちになるんだ。だから学歴があっちゃいけないんじゃない、はい、あなたが人格者かどうかっていうことなんだよ。本当だね。で、真意はなんていうの、政治家になりたかろうが技術者になりたかろうが、はい、人格のないやつが何かやると人格のない技術者になるんだよ。行動がね、全て物語っちゃうね、その人のね。で、人格って何ですかっつうとね、はい、いちいち怒らない、嘘つかない、はいね、怒らない、嘘つかない、そう、それが大切だね。そうか、嘘と怒りがくっついた時とんでもないことが起きるんだよね。本当だって、うん、人格どころか破綻者になっちゃうんですね。個人に怒った時喧嘩になったり悪口になったり、はい、それが国家で起きた時は戦争になるんだよね。で、戦争も必ず嘘から始まるんだよ、うん、相手の悪いとこだけどん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 放送して怒りになっちゃう、ね、次はつけなきゃいけないって怒りをあれするんだよね。怒りを炊き上げちゃうっていうかね。そうだよな、
だから恐怖も怒りの一種なんだよ本当は。だから巻き込まれて嘘に巻き込まれないことだよな。はあ、はい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 。でさっきのアベノミクスがどうのこうのって、アベノミクスは賛成してんじゃないよ、うん、そういうことを言う人っていうのは、はい、本気で言ってんの。だから嘘ついてないんだって言うけど、うん、歴史を見てると歴史はどん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 良くなってんのにこれから先悪くなるっていうのはありえないことを言いふらしてんだよな。これってその人も歴史を知らないのか、自分に便利なことを言ってるのか、都合のいいことを言ってるのか、ね、だから歴史を知らないし都合なこといいこと言ってるんだ。だから俺たちが気をつけなきゃいけないのは巻き込まれないで、怒っちゃいけない怒っちゃいけないって、怒ったら負けって言ってると冷静になるんだよ。はい、そうすると嘘も真実も見抜けるようになるんだよ。本当だね。はい、怒りの脳で物を見たら、はい、全部そういう風に見えちゃうんだよ。はい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 、はい、だから怒りを鎮めることを考えると、あんなことありえないよとかってすぐ分かるんだよ。そうだね、冷静な判断でね。冷静になれば人は結構頭いいんだよ。はい、冷静じゃないことをやらせようとするときは必ず人は悪口を言ったり、相手が悪いから始まって、うん、脳の中に怒りを持たしてからやらせると、人は簡単に嘘に引っかかっちゃうんだよ。はあ、そうか。だからそういう嘘に引っかからないようにするのには、結局怒ると負けなんだよ。本当だね。さっきの、さっきからの今回の怒ったら負けっていう言霊すごいですね。大切な言霊だよね。大切な言葉ですね。毎回いろんなねあれはあるけれど、本当すごいすごい。そうしましたら、この方の、空が好きですかという質問なんですけれど、空も好きだし野原も好きだし、野原も好きで川も好きだし、ひとりさんは何でも好きだよってことですね。そういうこと。はい、ありがとうございました。はい、19番目の質問になります。31歳女性 MM さんです。あれも飲みたいこれも飲みたいというひとりさんサプリばかりで困っています。私の予算では1ヶ月2種類くらいしか買う余裕がないのですが、どのように選ぶと良いのでしょうかというね。夢のサプリが一番いいね。あ、そうですね。今もう夢のサプリすごいですね、うん、それもなんでかというとね、はい、後から出るものって一生懸命改良して良くなってんだよねそうだね。車でもなんでもさ、うん、新しい車買った方がまず大体いい。そうですね、最新型ということですね。そういうことひとりさんの中から出た最新型ですね。それが一番いいと思うよ。本当に夢サプリはいい商品です。ぜひそちらの方でお願いします。はい、じゃあ次、最後の20番目の質問になります。39歳女性 ST さん、来月出産予定で今赤ちゃんの名前を考えています。生命判断の名も読んでみましたが、逆に詳しくなりすぎてなかなか決められません。ひとりさんは言霊の先生なのでぜひ教えていただきたいのですが、どのように名前を決めたらいいと思いますか。ひとりさんならどのようにお子さんの名前を決めますかということですが、時々ね、はい、名前をつけることがあるんだけど、はい、俺が気をつけてることは、はい、言いやすくて覚えやすくて、はい、それと今の流行りの名前をつけると子供が大人になった時必ず流行遅れになるんだよ。はい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 、そうですよね。20年後にどの名前が流行るか、はい、随分前にあの知り合いのねノブちゃんちのことココアってつけたんだココアちゃんとかポピーちゃんとかね。そうすると今になってと流行ってんだよね、うん、でこの前頼まれた人はつけてあげたのが、うん、金之助ってつけなって言ったんだよねすごいな。今ちょっと古いけどね、あと10年とか20年経つと、うんうん、この名前がえらく他にいなくてすごい新しくていない、ね、はいはい、いい名前になってくるんだよね。金之助っていいね、うん、ここいいわ。だから今の流行にとらわれると、うん、その子が20年後に古くなっちゃうよっていう、はい、はいはい、うん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 、そうすると先を読むと先行きどんなのが流行るだろうっていうの、うんうん、俺たち実業家は先を当てるのが仕事だからね。はい、でそういう俺に頼んだっていうことは、うん、先行きにいい名前、うんうん、今流行りの名前は必ず流行遅れになるからね、うん、っていうことかな。はい、
うーん、ということで、先を読んでて名前をつけていただきたいということですね。いやいや、そんなことじゃ、俺に聞いたから俺がどうしてるって。ひとりさんはね、ひとりさんはそういうふうに決めてるよってことだね。そういうこと、俺が正しいんじゃないよ。うん、でも確かにさ、今のひとりさんの言ってる通りだと思うよ。やっぱり子供って大きくなるしね。そうだね。その時に向かってつけてあげるときっと嬉しいかなということだね。はい、ということです。今日も20問質問ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。